ここでデトックスプロジェクトジャパン事務局の杉山様よりご発表いただきたいと思いますこのデトックスプロジェクトジャパンの活動は髪の毛の検査をしてグリホサートの残留値を調べることでグリホサートがどのくらい蓄積されているのかどのくらい農薬を摂取しているのかを明らかにしていくというプロジェクトを推進していらっしゃいますそれでは杉山様よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、あの。ありがとうございます 日本の種を守る会事務局の杉山と申します。あのこちらが一番の本業なんですけれども、これからご紹介するデトックスプロジェクトジャパンの事務局を兼務しておりまして、また同じくその後にご紹介するあの食べ物を変えたいママプロジェクトマムザクロスジャパンという通称食べママというグループの代表もしております。本日はこのようなお時間を頂戴してありがとうございます。短い時間ですけれども、あの私どもの活動についてあのぜひお聞きいただければと思います。 でまず最初にあごめんなさいちょっと苦しいのでいいですか <laughs> <laughs> まずあのデトックスプロジェクトジャパンについてあのお話しさせていただきます、えー、先ほどのあの山田先生のお話ともちょっと被るところがあるかもしれませんがって言いますのもあの山田先生とあの一緒に活動させていただいておりますのでえ被るところもあるかもしれませんけれどもお付き合いください、えー、デトックスプロジェクトジャパンは 人体における残留農薬中でも除草剤グリフォサートを検査しようということで昨年5月に立ち上がったプロジェクトチームです。でグリフォサートはもう皆さんご存知のように大変危険な農薬で2015年3月に WHO 世界保健機関の株組織である IARC 国際がん研究機関が発がん性の懸念があると発表してそれ以降多くの国や地域が使用禁止規制強化に動いています。 で一方日本なんですが、えー、2017年の12月に食品中の残留基準値を大幅に緩和しています。で、このままでは日本だけが世界の流れに逆行してきかねないということを懸念していたまあ、個人あと団体いくつかの有識が集まりまして、えー、実はその2018年の、えー、年末12月にもうすでにあのこの流れを アメリカで考えて動いていた全米の母親団体マムザークロス・アメリカという団体があるんですがそこの創設者でもすごいパワフルな3人のお子さんを持つお母さんゼン・ハニカットさんという方を東京で講演会をしていただくということで企画をしました。でその企画が終わりましたたにに、まあ、来ていただいていいいだ皆さんに ぜひ日本でも彼女たちがやっていたような、えー、グリフォサートの検査をやってほしいというお声がすごく届きましてでそれがまあ後押しになりまして、えー、ではあの私たちも始めようということでこの検査のプロジェクトの話があの一気に進みましてで2019年の1月からまああのプロジェクトを立ち上げに入りました。で次お願いします で次にあの、まず最初に、えーえー、予備調査をしようということになりましてで、まあ、これはあの山田先生の発案なんですがぜぜせっかく予備調査をするのであれば国会議員に頼んでみようということであのこれすべて自費で予備調査お金を払ってしかも髪の毛を取られるというあの過酷な <laughs> お願いだったんですけれども。あのまあ これだけの方々が快、まあ、く引き受けていただきましてあの後ほど写真をお見せするんですけれども結構な量の髪の毛が必要なものですからちょっとご辞退される方もいらっしゃったんですけれどもとりあえずあのここれ <laughs> 髪がないのに頼みに行ったとっいうのもありましたけれども <laughs> あのそういう形であの国会議員の皆さんに髪の毛を提供していただきまして、えー、予備調査を行いました。次お願いします で予備調査の内容ですが、まあ、あの検査自体はその時点では、まあ、あの日本国内でどのようなところに検査をあのお願いしたらいいのかちょっとわからなかったというものもありまして、えー、クズサイエンスというフランスのラボに、えー、委託してで実際には23名の国会議員プラス5名の28名の皆さんに、えー、グリフォー,サートを含む農薬62成分について検査を行いました。 で、その結果21人の方から13成分の農薬関連物質が検出されました。えー、ちょっと見にくいですかね？で、あのグリホサート関連っていうのは、その要はグリホサート、そのものとグリホサートの代謝物である。アンパ ampa っていうものがの検出された方が全部で19人いたということなんですね。で。つまり、あのこの検査では7割。 ぐらいの方からそのグリフォサートの関連の農薬の残留農薬が検出されたということになります。で次お願いします。で予備調査の結果は5月その2019年の5月21日のデトックスプロジェクトジャパンの発足式に公表させていただきました。でその時にですね発足式の記,の記念講演としてあの 木村九郎と順子先生というあの長年あの農薬です。とか、合成化学物質が人に与える影響をずっと研究されてきた先生がいらっしゃるんですけれども、も、えー、その方に記念講演をお願いしました。で、木村九郎と先生はその後、の私どもの顧問になっていただいていましてで、木村九郎田先生がよくお話しされるのがまあ、先ほどの山田先生のあのにも出てきました。けれども、アメリカであの裁判を起こされたジョンソンさんのようにその目に見える。 えー、農薬の暴露による被害だけではなくてあの例えばすごく少ない低用量であっても長年グリフォサートを体内に取り込むことで起きる影響がすごく実はあるんじゃないかで特にその環境ホルモン的な作用あとあのエピジェネティックな影響といいましてその遺伝子スイッチをオンオフするっていうんですけれどもその場合はあのその受けたその人本人には出なくて。 次の世代次の世代にそれが発現していくその影響が発現していくっていう可能性もあるということでまあそういうことで今世界ではすごく多くの研究が進んでいるのに対し日本ではまだ全然こういうことが報道されていないんですね。でこの前あの今年の5月に、えー、千葉大学であの研究グループがちょっとあのびっくりするようなあの研究発表をしましてそれはあのマウスの実験。 マウスの実験だったんですけれどもその妊娠中のマウスを使ってグリフォサートを摂取させてその子どもにどういう影響が出るかっていう研究だったんですがその研究ではやはり自閉症の発症に影響があるのではないかという可能性が示されたということで今後もその研究は進めていくということなんですね。でそういうことはもう本当に日本ではあまり報道日本での,その研究結果なんですけれどもあんまり報道されていません。 でそういうことが非常に残念なのとあと例えばですねグリホーザート自体はその毒性チェックというのはされていてでまあ,あの危険なもので危険なものではないというか、まあ、大丈夫この,こ,のこの使い方を守れば大丈夫という形で売られているんですけれども実際はその農薬がその原,液じ原体自体で売られているわけではなくて商品として売られる時には添加剤があの 含まれますのでその毒性が海面活性剤などの毒性があのより増すといいますかなので実は実際にグリフォサートの毒性と例えばラウンドアップの毒性っていうのはまた全然別のものになってくるんですねそういうこともあ,のあまり知られていないのでこの辺もあのぜひあの多くの方に知っていただきたいと思います。次お願いしますで グリフォー,サートの検査自体はこういう形で今ちょっとチラシを作ってるんですけどもこういう形で行っていまして次お願いしますで検査の受付は去年の10月から始めまして12月その年の12月の3か月間の間でまあ35件の検査を受け付けています。で今年に入りましてちょっとあのグリフォーサートのその検査の クロスチェックというのを検査制度を確認するためのクロスチェックというのと,あとあれです、ね、あの新型コロナウイルスの影響でも髪の毛を使うのでどうしてもその危険性ということで少しあの対応策を考えるということでしばらくあの検査を一時中止していたんですけれども、えー、またこの10月から検査は再開することになっています。で具体的なな検査の流れれはあの先ほどど見ていただいたただような形なんですけれども あの髪の毛っていうのはそのもう先の方に行けば行くほど代謝が進んで何、えー、て言うんですかね正しい測定値が出ないのでどうしても根元3センチのところを使用するんですねそれですのであの短い髪の方は、まあ、3センチ以内のこういう形なんですけど長い髪の方これだけあっても使えるのは根元の3センチだけなのでかなりの量はあの必要だっていうことがちょっとまあ残念なんですけれども。あの そういう形で行っています。で、あと、こちらはあの髪の毛を粉砕するボールミルなんですけれども、これでもう粉末状にパウダーにしてで検査します。で、これがあの検査キットです。で。まあ、1ヶ月ぐらいで、あの申し込みからあの1ヶ月ぐらいで結果が出るような形で今進めています。今後の活動についあすいません。次お願いします。 今後の活動についてなんですがあの、まあ、人体の,その残留農薬の検査をするだけではなくてやはり子どもたちの食ということであの食品の集中検査も行おうというふうに考えています。で子ども特に赤ちゃんはあの脳関門といって脳の,その関門がまだ未熟なので大人ですと脳関門のところでストップできるその毒性物もすべて通ってしまうんですね。なので この辺はあのとにかく子どもたちのために少しでもあの流れを変えていきたいということで考えております。あと、まあ、グリフォサート散布の事例収集というのはあのグリフォサート結構公共の地ですとかいろいろなところで巻かれていまして食べ物だけじゃなくてそういうところからあの摂取するということも非常に危険なのでこういうものを集めてあの全体的に日本全国でこういうところで巻かれているのでやめてほしいということでお話を あと今、ネオチニコチノイド系の農薬のことについても、あのこれから検査対象にしていこうという話になっていて、あのネオニコチノイドも日本では、えー、ヨーロッパではほとんど使われていないんですけれども、日本ではかなりあのお米によく使われていますので、本当に主食として食べているものがかなり危ないので、そのあたりも考えて今、動こうとしております次お願いします。 で d e t o x p r o j e c t j a p このように発信してますしあと実際に検査を委託しているのが農民連の食品分析センターというところでこちらのホームページ見ていただくとそのあの食品に関してのいろいろな検査もしていますので例えば小麦粉ですとか食パン市販の食パンあと学校給食のパンそういったものに、ね、どれだけ、えー、残留しているかっていうことも 結構すごいびっくりするような検査結果が出ていますのでぜひご覧になってください。あと環境脳神経科学情報センターというのは先ほどの木村黒田淳子先生のところでこちらにもグリフォーサートの毒性についていろいろまとめてありますのでもしよろしければご覧いただければと思います。あのざっとですがデトックスプロジェクトジャパンのご説明をさせていただきました。で続きましてあの の今のデトックスプロジェクトジャパンにも参加しています、えー、先ほどもお話ししました食べ物変えたいママプロジェクト食べママについても少しご紹介させていただきます。お願いしますで,、えーとですね あの先ほどもあのお話に出てきましたけれどもその全米母親団体のマムザークロスアメリカの創設者のゼンハニーカットさんが2017年の3月に一度来日した時に消費者団体の雑誌でその企画であのちょっと対談というかそういう機会私があのいただきましてその時にいろいろ話をしたんですけれども彼女が言うにはまあ2017年の時点でもうとにかくアメリカは 遺伝子組み換えとか農薬とかそういうものには脳、NO、という人がすごく増えてきていずれはアメリカで買われなくなったものは全てアジア特に日本に行く,んじゃ行くと思うとでもアジアというか日本はそういうものの廃棄状になるかもしれないからとにかく今から。 誰かが立ち上がらなきゃいけないけどもそれは誰かじゃなくてあなたなのよって <laughs> すごい言われましてでもうそうなのかなって <laughs> つい思ってしまいましてでその時にまあ何人かのお母さんたちとじゃあマムズ・アクロス・アメリカのまあ日本版ということでマムズ・アクロス・ジャパン、えー、食べ物を変えたいママプロジェクトというものを立ち上げようということになりましたで次お願いします。あのまあ、実際ににはあまりそんなに 激しく活動しているわけじゃないんですけれども今のフェイスブックグループの方は740名ぐらいの方が参加してくださっていまして、まあ、主にあの情報発信などをしているんですけれども、えー、と2017年のとの立ち上げのあと1年間ですねちょうどあのタイミング良くというか悪くというか消費者庁が遺伝子組み換え表示制度に関する検討会を1年間あの行ったんです。で日本のの表示というのは あのヨーロッパなんかに比べますと非常にゆるゆるで5%とかっていうところでまあそれも入ってるんじゃないのっていうぐらいの感じでもう遺伝子組み換えではないみたいな感じに表示できるというようなことだったのでせめてその全ての遺伝子組み換え食品に表示をしてもらうあの今はあの油ですとか加工品は遺伝子組み換え のあの作物を使っていても表示しなくていいのでそういうところを変えてもらいたいと思いましてで検討会のたびに、えー、っと何人かで会場の前でスタンディングをずっと夏の暑い日も冬の寒い日も朝からスタンディングをして、まあ、検討委員会の委員にアピールしたりあとやっぱりその業界の方たち あの緩くしてもらいたいという側の方たちもたくさん来てるのでそういう方たちに少しでもプレッシャーになればと思ってスタンディングなどを続けましたけれどもなんか突然雲行きがガラッと変わってうまくいくのかなと思ったら最終的にはあのひっくり返されて2023年の4月からは遺伝子組み換え表示すごく厳しくなってししまうんですね厳しくなるっていいことのように思われるんですけども実はそうではなくてほとんど遺伝子組み換えではないという表示ができないような 裏技を使われてしまったというかこれまであの遺伝子組み換えではないというために努力していた企業もたくさんあったんですけれどもそういう方たちの努力も多分これから水の泡になるような形の表示制度に変えられてしまいましてでも本当にすごいショックだったんですけれども1年間頑張ったの,もうあの,その1年間で、え。っと スタンディングしているときになぜかアメリカ大使館員に隠し撮りされたりとかいろいろありましてやっぱり後ろにアメリカがいるのかななんて思ったりしたんですけれどもそういう形でまああの活動はいろいろしていましてであと学校給食についてもそのえと去年一昨年あたりから子どもたちの食を守ろうということでえ活動をしておりますで次お願いします。 であこれはあの先ほどのデのトックスプロジェクトジャパンの方に協力して髪の毛を切った時の写真ですね。次お願いしますでこちらがその前ハニカットさんが、えー、去年の暮れにまた、えー、東京をはじめ全国7か所であ9か所かであの講演をされた時に、えー、私もあの7か所ついて回りまして次お願いします。 こういう形で各うちであの大勢の方がお話を聞いてくださって、かなりその給食です。とか学校給食です。とか、まあ、グリホサート遺伝子組み換えに関する認識を新たにしてくださった方も増えたんじゃないかなというふうに思っております。はい。で次お願いします。で、あのすいません。時間があまりないので、ここであの変えてしまいますけれども。あのまあ。 なかなかその一朝一夕に変えられるものではないんですけれども各地にその食べままの「あと宮城」ですとか「食べまマまマ武蔵野」というような形でローカルグループが今すごいできてきましてでその各地各地その地域地域での問題に取り組んでくれているので。 えーまあ、実際に自治体に働きかけたり自治体議員に働きかけたりして子どもたちの職を守ろうというふうに動き出しているグループが各地に生まれてきていますので、まあ、それは希望かなと思っています、まあ、あのなかなかあのお母さんが行政に何か言うっていうのはすごく難しいところもあるんですけれども、まあ、子どもの職とか命を守りたいという思いは皆さん 一緒だと思いますしもう別にそのお母さんに限ったことではないですけれども子どもの食や命を守りたいというあの熱い思いを持っている方とあのこれからもつながって活動を続けていきたいと思いますのでもしご興味がありましたらぜひご連絡いただければと思います。どううもありがとうございました